クロブ、クロブラ、クロブラ、クロッシュブラスターでいくわ。クロッシュブラスター。さっきなんかジャイロ操作がね、変に見えたわ。まず、来てほしくないこことかに、ボム投げるんよ。ナイス、これ味方と一緒に倒していく。これ倒していく。なんかこの壁のとこからね、正面打ち合っても勝てないから。壁のとこから行くんよ。で、ハイプレは打たない。お客、危ね。ハイプレはね、もう、打つタイミングないから。もう死んでいい、死んでいい。もうスペゲンなんで、全然死んでいい。今、帰ってもよかったね。今、きつかったから帰ってもよかった。まあ、溜まるから、こうやって。死んだ後に、こう、ハイプレを。当たんなかったよ。これちゃんと俺解説してんの偉くないねえ、これハイプレのこと考えないでただ戦っていいと思う。ボムめっちゃ見られてるから一回引くわ。だいたい潜伏が強い。オッケー。そこか。ああ、なんかマジか。急にひょこって現れた。イカ忍者。イカ忍者ってどのルールでも結構強いよね。俺次イカ忍者でやろうかな、ここ。あれ、ヤガラ進んでないときはもうね、これでいいと思う。OK。あれ、若葉かな。ボム投げてればいいと思う。これ、降りれなかったわ。まあ、俺、ハイプレ持ってるんで、全然大丈夫。これもハイプレ持ってるか、前出ていいと思う。どうしようもないときに、撃つ。あ、ナイスに撃つ。下がったな。ボム、よし。これいるぞ、まだ。イカ忍者厄介だな。だからずっとハイプレを持ってるみたいな状態だから、クソ強いよね。スペゲンって。いや、射程がきついっすね。あーって、やれなかった。ナイス。ナイス、ボム。ナイスや。俺もうハイプレ使わなくていいから、これ。クラブラはもうハイプレ使わない。スペゲンでもいつでも溜まる、これ。これすぐ溜まる。最後、ハイプレ打てば勝てるゲームだから。途中までは。オッケーオッケー、相打ち取った。はい、勝ち。よし。イエーイ。ハイプレなんて打たなくていいっていう、この、クラブラですよ。スペゲンの。もう、前で戦えば良きみたいな。でもちょっと俺は、強かったな。俺の技？声技？腹減ったな。わ、金モデルいる、勝った。勝てるかな。俺のこのにわかクラッシュブラスター勝てるかな。やば、何今のインクの飛び方。金モデラー？ボム飛べ。
後ろの人に乗ってもらうんで。あ、これ敵、遠い敵全部。これね。あー、バレた。強いな。ここ、あー、惜しいな。強いべ、クラブラ。やめた。いや。危ない、くそ。おい、さーちゃん、キーちゃんかわかんないけど、さっき俺のチームにいた3キルの、3キルの金モデラやん。やさあ、ぴょんぴょん跳ねてるだけのやつやられただけ。嘘だ。たまたま当たったみたいな感じじゃん、その武器。たまたま撃ったら当たったみたいな感じで倒すね、俺のこと。近くすぎて当たんね、近すぎて当たんない、どうしよう、近すぎて当たんない。あの、全然ヤグラ止まってる、ヤグラ止まってる、ヤグラ止まってる。全然いける、全然いける。オッケーオッケーオッケー。ここ強いよ。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。やばっつよ、それ来ないで、来ないで。え来たよ。来ないで、これ。ほんとろ。出た。あーんにゃ。ロングブラスター長い。36。もうこれもう止めないから、俺撃たないから。ここ強ポジなんで。ここ強ポジなんで撃たないから、まだ撃たない。これ今死んだから次撃つ、次撃つ。ナイスナイスナイス。あ、撃つ必要ない、撃つ必要ない。ここ強ポジだから。ここからこれやってるだけで敵倒せるから、あのジェッパとか来なければ。オッケーオッケーオッケー。どっかになんかいるぞ、多分。ん？お前か。オッケーオッケーオッケー、倒していく。あ、いいね、オールダウン入った。うら。今ちょっとジャイアンの声出ちゃいました。うら。あいつはしっかりと倒していく。潜伏かましてから行くわ。バレたわ。ほら、後ろから攻撃だぜ、それは。あああの、傘の後ろから攻撃したんさ。あの、最後さ、これいいじゃん。ひどい。ひどいな、これ。最後にハイパープレッサー打って勝つっていう。ひでえわ。ハイプレは最後だけっていう、立ち回りだね。スペゲン強くない？ほんとに。こっちハイプレ3人だって。寄っちゃったね。